はい、スタートユアエンジンズ言いたい放談始まります、はい、またこの3人ですが、モタジャーナリスト清水和夫さん、はい、高平幸喜さん、私石井正道でお届けします、はい、今回のテーマは CO2 規制世界の実態です。うん、まあ、EV の話とかここでもしてきましたが、うん、必ずそうなると規制がこうだからメーカーの戦略がこうなってますみたいな話になるんですが、うん、ちょっと一回 CO2 規制どうなってるのかっていうのを、うん、初歩段階から解説したいなと。まあ記憶に新しいのは1997年の京都議会でしょ、はいはい、でまあ、地球温暖化防止条約の、うん、まあ、一つの、まあ、アジェンダというか方向性が出て、はいはい、でその年に実はプリウスが初代、うん、ね、時計の針を止めてでも間に合わせろみたいなね、はいはいはい、いう話があったんだけど、うん、でまあ、そこからもう20年経って、うん、2015年のパリ協定、はいはい、ここで本格的に2050年と、うん、何年に退避させんだっけ、1990年退避、まあ、まあ、2度 C 以下に抑えるんですよね、まあ、そうだね、はい、1990年から比べて、はい、あの平均気温を2度以内、はい、うん、でまあ、1.5 っていうさらにチャレンジブルな話もその後で出てきたんですけど、はいはい、でもう一つ大事なのは SDG という持続可能な SDGs、はい、サスティナブルディベロップメントゴールズといって持続可能な開発目標を17項目目標を定めて、まあ、これがまあ大手あの国と企業は2030年頃までに達成しましょうと、はい、うん、でこれはもう CO2 の話だけじゃなくて、うん、もっと社会の課題、はい、まあ、特にねヨーロッパの場合は移民の問題もあるから、うん、貧困とか、はい、まあ、差別とか、うん、まあ、ジェンダーフリーとか、うん、あのまあ、農業とかいろんな問題を、はい、あの解決しとかないと、うん、持続可能な社会にはならないよねと、はいはい、プラスチックゴミみたいなのも、ね、プラゴミもそうですね、はい、一つ、うん、はい、最近はあとフッ素コーティング剤に使われるあのフッ素系のフッ素、フッ素といえば、うん、あのもう変えないと発がん性があるみたいなのが、うん、次から次へとやっぱり、はい、あの技術が進めば進むほど、ね、はい、新しい知見によって規制も出てくるみたい な、はいはい、なるほど、環境人権みたいなものの動きが、まあ、ね、自動車界にも、降りかかってくるというか、まあ結局17項目の SDGs の課題を見ると、はい、うん、モビリティが絡む課題が結構あるのね、うんうん、例えば移動が 誰人も、うん、何人もあの安いコストで移動ができれば、うん、30キロ離れたところの食に貼り付ける、うん、はい、と家族にパンを分け与えることができると、うんうんうん、で特にデリーなんか行くと移動できないから、うん、もうみんなスラム化していっちゃうんだよね、うん、地域で、はい、だからそういうところはやっぱ不衛生になるし、うん、まあ、犯罪も起きるし、うん、だからモビリティっていうのが実はこう社会のこう健全な、ね、一つのライフスタイルを作り上げる重要な役割を演じるんだと、うんうん、なんか車好きだけじゃないよねっていうのはもう見えてくるんですよね、はいはい、まあそれやんないとちょっとこう企業活動もできないですよという感じになってきますね。で現状ヨーロッパの CO2 規制は今 130g パーキロメートルが、うん、車の燃費だから、はい、ええ、まあ、よくタンクトゥーウィールって言われる、はいはい、燃料タンクに燃料をぶち込んで、はい、走って、はい、タイヤで駆動力を出して、うん、そこだけの燃費しか見てないから、はい、そうですね、はい、だから燃料に入れるまでの、はい、その燃料の効率が、はい、例えば電気が一番分かりやすいんだけど、うん、再生可能なエネルギーで作れば限りなく CO2 は下がるけど、はい、うん、もう石炭発電だったら CO2 はかなり出ちゃうでしょ、ね、はい、上流のところで、うん、だから上流から下流まで総合で見るのが、うん、いわゆるウェルトゥウィールという言い方で、うん、井戸からタイヤまで、はいはい、うん、まあ液体燃料というか石油由来のガソリンディーゼルだったら、まあ、タンクトゥホイールでも結構近いけど電気が入ってくると本当はそこがよく電気はすごく分からない、だから一次エネルギーじゃないから、はい、いろんなものから電気作れちゃうんで、原子力、はい、石炭発電、うん、普通の天然ガスの火力発電、はいはい、太陽光、うん、風力、はいはい、バイオマス、うん、地熱、いろんなものがあって、まあ、特にブラジルなんかは逆にね、うん、植物由来 の、ね、あのエタノールなんか使うから、はい、まあ、エタノール使えばあの H と C はあるんだけど、うん、C がないから、うん、
あのいいんだけど、でもその植物を、はい、育てるところでやっぱカーボンを使うからね、うん、はいはい、だそういうの総合効率で見ようねっていう考え方なんだけど、これがまた本当はだからそれが本質なんですけど、うん、EU の CO2 規制のは今 130g で21年 95g になるけど、うん、タンクトゥーホイールだけですよね、うん、本質なんだけど、うん、国地域によってエネルギーセキュリティから来る自国のその国のエネルギー事情があまりにも違いすぎるので、うんうんうん、計算しだしたらもう、 そうですね、日本なんかエネルギー自給率低いし、はいはい、今原発ドイツ日本原発少ないでしょ、うん、ちょっとかなり火力発電に頼っちゃってるし、うんうん、まあでもその問題というかちょっと疑問に思うのは、うん、でも EV とプラグインハイブリッドがかなり優遇されていると、もう優遇せざるを得ないって言った方がいいかもわかんない ね、うん、はい、ね、まあ政治家が日本以上に政治家の力が EU は強いから、はい、うん、もう政治家がこう言ったらもうドイツの産業界がひーっつっても、はいはい、例えば今 120g、はい、今度2025年にまあ65とかね、22年に75とか、うんうん、でトヨタに聞くと2025年の75ぐらいまでは頑張れば、はい、うん、今のハイブリッドとプラグインでいけなくないけど、はい、うん、2030年のさらにそこから 37.5%、うんうんうん、これはもう無理だと。30年だとざっくり言って半分 EV にしなきゃいけないイメージって確か言ってましたね、うんうんうん、でその EV もさっき言ったことは無視して、はい、電気は CO2 ゼロというふうな前提で計算しちゃったんで、本当にゼロなのかっていうのは置いといて、はい、うん、それでも難しい、達成も難しい、でもそれは何で決まってかっていうと、50年に2度 C 以下に抑えるためにバックキャスティングで見たらバックキャスティングすると、うん、もうそうしないといけないという状況で、うんうん、まあ、世の中物語が転がり始めちゃったっていう、そうそう、いきなりはい、さっき 95g 2021年、はい、パーキロメーターって言ったけど、うん、それつまり売ってる車の新車の全ての平均値ですね、アメリカでは昔からカーボンってずっと言われてきた、はい、うん、コーポレートでのアベレージ、ね、フューエル、はい、エコノミーで、うん、1キロで 95g に、うん、まあ、目標、はい、で現在は 130g なんだけど、すで、うん、にもう それを達成できない自動車メーカーは、うん、EU 委員会に1台あたりいくらっていう罰金を払ってる、うん、はい、CO2 1g あたりかなり高いですよ、うん、すぐ数百億いっちゃう、そうですよね、うん、これなかなかやっぱり自動車メーカーとかも表には出さないというか、うん、はいはい、もちろん払ってますと、うん、少なくない金額を払ってますって言うんですけど、はい、じゃあ具体的に去年いくら EU 委員会払いました、いくら、まあ、例えば、うん、テスラと、うん、そのカーボンオフセットの取引をしました、ね、はい、みたいなことになると、はい、公にはしてくれないんで、はい、多分僕ねずっと思ってたのは前型よりも 6% 燃費が向上しましたとか、うん、これをつけることによって100キロあたり 0.7 リッター削減効果がありますって言って、はいはい、まあ、聞いてる人は、うん、たったそれっぽっちって思うかもしれないですけど、うん、それイコールお金だと思ってくださいね。例えば 1g 多いと、まあ、数字は覚えてないけど3万円4万円5万円ぐらい罰金だとしたら、うんうん、ね、その新しいなんか技術で 1g 減らしちゃったら1台あたり5万円のコストなんだからね、うん、自動車メーカーってったらでかいんだよ、はい、いや、うん、で売れれば、うん、売れてるメーカーほど大きいということですね、はい、大きいね、でいっぱい少ないのを作れれば燃費の悪いけど人気のあるモデルを作れる、ね、高い車イコール高い車利益を上げられる。でもねカフェの問題は、はい、例えば燃費の悪い車が、はい、まあ、ランボルギーニとかありますと、うんうん、でもこの車一体1年間にどれだけ乗るの、はい、だから乗った走行マイレージまで入れないと売った台数だけじゃダメなんだよね。ガレージに入ってる時間が長いかもわかんない、はい、うんうん、もうリッター2キロしか走んないけど、ね、6リッター12キロ、はい、だけど年間、ね、1000キロ走りません、はいはい、本当はそこまでいかないですよね。消費量で見なきゃいけない、はいはい、そうすると、まあ、ある人が言ってたけど、うん、ガソリンをリッター1000円にすればいいんじゃないのと、うん、燃料だけちょっと、うんうん、それは環境を良くするという目的では燃料だけちまえば有無を言わさず、はい、うん、その、はいはい、このリッター2キロの車を、うん、本当に俺は買っていいんだろうかに、うんうん、それは昔から実は
意見としてはあるんですけど、タバコが一箱1000円になってったみたいな感じですかね。ただ選べるのかどうかというところになると、うん、さっき言った清水さんが言ったように、はい、エネルギーの作り方も国や地域で、はい、するとその住んでるところから、うんうんうん、そこまで行かないと仕事にありつけないっていう人のためには、そのリッター1000円で安い車でもいいからそれで通えばいいじゃないかっていうふうにはやっぱり政策として入れられない。まあ、車はだから日本みたいにこうある種東京だとね公共交通があるから、まあプラン B、C があって別に車なくてもゴルフ場行けるわけですよね。でも海外はそうはいかない。そうするとまあライフラインになってくるのね。とライフラインにそんな高いエネルギーコストをかけたら、まあみんな部屋がっちゃうという話も一方であるから、なかなかそこは、そこんなに燃料代高くして、まあ税金として取ってそれでやればいいじゃん、でもでも片方では現状 EV には税金がかかってないじゃないか燃料にっていう、その不公平感とかはやっぱりこうもう随分前からこう噛み合わない。まあ今特定財源がなくなって、確かねエネトクっていうエネルギー特別税みたいなね、まあ、お財布に揮発税の税金が、まあ、一般財源だけじゃなくて入って、うん、でそれが道路 の修理とかに使われるんで、うん、だから今日本が今全部 EV になったら、うん、道路補正補修したりする整備予算がなくなっちゃうのね、うんうんうん、だから財務省あたりは、まあ、せいぜい100万台ぐらいだろうと、うんうんうん、だから最大100万台を超えない範囲でっていう文が経産省の2030年日本の EV 何パーセントっていうのに最大100万台を超えない範囲。だからそのエネルギーっていうのはその一方でライフラインの問題に絡んでくる、エネルギーセキュリティにかかってくる、でもちろん温室ガス効果だから温暖化の問題にかかってくると、社会のそのいわゆる潤滑油の税金のところにもかかってくる話なので、非常にそこに紐づくステークホルダーが多いから、なかなかエネルギーの議論すると、うん、ワンボイスで一つの方向に集約できない、ね、環境コンシャスに行くと、なんというか弱者のためにならないことがあったりとか、あと経済どうやって回すんだってね、はい、だからまあここまで厳しいのは EU だけですかね。あの CO2 規制が本当に厳しそう。でも見てると一番真剣に取り組んでるのは日本みたいな感じはしなくはないけどね。ヨーロッパは言っておきながら、言っておきながらリアルにはどうかっていうのはね、まあもちろんドイツとかオーストリアは暖房すぐ止めるとか昔から省エネっていうのはやってるんだけど、でもその規制として厳しいから自動車メーカーが合わせるのが足元で大変っていうのはやっぱり、いやだからドイツがおかしいのは EVEV って言っておきながら速度無制限のアウトバーンはやりますと、それは無理なわけですよ、うん、PHEV じゃね、はいはい、あっという間にバッテリーなくなって、うん、結構重たいバッテリー背負ってエンジンで走ることになるじゃない、ね、はいはい、いやだからちょっとみんな無理だなみたいな感じをちょっとずつ分かってきてはいるじゃないですか、うん、そこはでもやっぱり、そこがやっぱりなんかこう、いつも出てくる話かもしれませんけど、はい、そのルールメーカーの方と そうですね、それにこう常に従わなくちゃいけないフォロワーの方と、うん、アメリカだって州によってだいぶ違いますけど、はい、カリフォルニアがドーンとこう ZEV 法を出してやるんだやるんだって言いながら、はい、やっぱり世の中の様子を見ながら、うん、もうここ25年ずっとこう、そうですね、アダプションアダプションっていうか少しずつこう緩くしたりまた締めたりとか、はいはい、でトランプ政権になってから進んでないと、その議論が、そうそう、ね、あのもう全くう、だって親分がパリ協定なんて嘘だ、地球温暖化なんかしてないって言ってるんですから、でゼブも撤廃しろみたいなことを言って、うん、妥協案を話し合う場がさえまだ持ってないっていう状態です ね、うん、まあ、だからエネルギーをエネルギーっていう視点で見た時に、はい、やっぱ上流から見ていく見方がまあ大事で、はいはい、うん、でこの前 EQC っていうメルセデスベンツのベブ、はい、バッテリー EV の試乗会がオスロだったんだけど、はい、ノルウェーでしょ、ノルウェー、うん、もう行けばもう明快だよ、だって水力発電 95% でエネルギー自給率 800% だからね、うん、だってノルウェーで EV 走らせると CO210g 以下ですよね、うん、だから8倍エネルギー余ってるんだよね、うんうん、だそういう国はもう EV しかない、うん、当たり前、うん、でオランダもある意味そうですよね、うんうん、あのそういうような、はい、自国のエネルギー自給率を、まあ、再生可能なエネルギーに託せる条件が整ってますよね、うんうんうん、だからあのエネルギーをいかに
CO2 規制の前に化石燃料からいかに再生可能なエネルギーにシフトできるかっていうのは実は一丁目一番地じゃないかなと思うんだけど、そこのロードマップが描けないと、そこのアプリケーションの話はなかなかしにくいと思うんだけどね。はいはい、それね、車好きはね、ある段階まで行くと、そこで急にヒューッとハンドル切っちゃう人がほとんどなんですよね。いやこれからは EV だって言うんだけど、その社会のエネルギーインフラをどうするかみたいな話になると、ヒューッとまたすぐガソリン派はそういうことを言うとかって言って、いや、あなたたちはどう思ってるんだって言っても、そこには踏み込んでこない。車好きと言われてる人っていうか、そのアーリーアダプターと言われてる EV 派推進派も、絶対そこまで踏み込んでくる人ってね、ほとんどいないんですよ。まあ僕はね、もう自分の血管にガソリン流れてる派だけど、でもやっぱり EV は、まあ、最近なんかちょっとまあ好きになってるわけじゃないんだけど、あのやっぱエネルギーの上流から考えていった時に再生可能なエネルギーの受け皿としてベブは一番手っ取り早い。そうですね。はい、でその次にハードが高いのが水素、で水素も電気の入り口って考え、あの入れ物って考えれば、まあ日本がいかに再エネにシフトできるかっていうのは、ただそこに重工産業の日本の原子力産業と、まあ、重工産業の発電所、火力発電所、そこの産業界がもう昔の ね、まあね、まあ、石油業界も財閥系だから、あとやっぱり行って体験しないとっていうか、その、ノルウェーでもスウェーデンでもフィンランドでもいいけど、あの例えばあのスカンジナビアの3カ国なんて、もうどの国にとっても人口なんか東京都ぐらいしかないわけじゃないですか。1000万ないからね、700万とかだったら日本ぐらいの国土があっても、人口居住地なんて3割ぐらい で、まあ、でそれ以外のフィヨルドが永遠にみたいな森、荒野、もう湿原みたいなところでは、もう誰にも邪魔されないで風車回し放題、もうダム発電し放題っていう、あそこに行けば、成り立つなっていうふうにみんなわかると思うんですけど、こういうとこにいて東京やその近郊にいて、いやこれからは再生可能エネルギーだって言っても、いやピンとこない、なかなかピンとこない。でもね、最近ちょっとニュースっていうか調べ物してたら、中国はなんと再エネ率 28% いったんだよね。いや俺ね、写真撮ってきましたけどね、去年ほら走ったね、もうね、ちょうど多分同じ場所だと思うんですけど、その新疆ウイグルから、シーアンの方に抜けてくる境目あたり、風力発電、そこはね、何年か前はね、あのこういうすごいプリミティブな、なんて言うんでしょう、こう井戸式の、あの原油を汲み上げる、そういうのがいっぱい並んでたところに、もう本当気持ち悪くなるぐらい、見渡す限り風車立ってました。昭和初期の石油を採掘するやり方からいっぺんに風力いったんだけど、で今 28% 中国のエネルギーは再エネ、そこだけでね、ざっと聞いたんで1万5000本ぐらい立ってるって言ってました、そこだけで。すごいね、土地があるね。1万5000本ですよあれ日本だと音がやっぱすごいうるさいとか、結構問題がね、いろいろ、まあ、あとさっきの北欧の話なんだけど、実はノルウェーは原発やってないんだけど、フィンランドとスウェーデンやってんだよね、だもちろん中国、インド、アメリカやったし、で、まあ、意外に日本とドイツが今原発アレルギーがあるから、まあ、脱になったんだけど、脱するときにあのまず原発脱の前に、その火力発電を再エネの方にシフトできる仕組みをやっとかないと、簡単には原発脱というのがまた今度火力に行っちゃうから。本当にあれ、なんかちょっと聞いたのでは、水力発電が可能性が結構あるって聞いて、あの大規模ダムじゃなくて小規模の、小川じゃないですけど、ある程度のところでかなり、まあ、かなりマイクロ水力発電というのは、あのこの辺だと、鶴、大月の先にある鶴市の、なんかその辺の町のドブ化っちゃいけないけど、小さな小川で小さなあれを回して、それが効率が昔に比べると相当良くなってるんで、まあ、地産地消でね、まあ、できる、ちっちゃい話だけど積み上げると結構いいんじゃないかと。で、まあ、そこでできた電気を、まあ、バッテリーに入れとくみたいな話と、バッテリーだと長い間貯められないから水素に1回、まあ、電気分解で水素に回しておくとかね、
まあ、ただそこのコストはね、やっぱりどうなのかっていうのはね、うんうん、はい、耐久性とかやっぱりね、うん、相当違いますからね。でも考え方は、うん、あの三菱総研の理事長の小宮山さん、うん、元東大の総長なんだけど、はい、まあ、その先生が言ってるのは昔から、うん、まあ、再エネをまずしっかりやろうと。再エネって、まあ、日本だとほぼ太陽光発電、太陽光、水力、まあ、水力を除くと、うん、あの風力、はい、あと地熱、うん、地熱発電もね、ほんのちょっとですけどね。地熱はなんか最初のお金がかかるのが結構大変。それと温泉地だから、そうそうそう、国立公園とか環境省の、ね、縄張りになるで、なんか掘ってみないと分かんないっていう、うん、その開発が大変っていうのは聞きますよね、うんうん。珍しいパウチッコみたいですけど、これ中国のドライバーズライセンス、臨時運転免許証みたいな中国は国際免許証では運転できませんというか、基本的に外国人は運転ができません。特別にこういう免許証を取らないと中国国内は走れないんですね。ですから、しかも、まあ、いろんな条件があるし、あのなかなかそういう許可も取れない。でもあのそういう条件が揃えばこういうふうにもらえます。期限とか区切ってある、あと走る場所も区切られたりする時もあるんですけど、ただこれ実は去年シルクロードをオランダから北京まで1万5000キロ走って帰ってきたんですけど、その半分ぐらいが中国です。キルギスから新疆ウイグル自治区に国境を越えて、そこから北京まで、ずっと、新疆ウイグル自治区を全部越えて、シルクロードからシーアン、昔の唐の都まで行って、そこからまた一回ちょっと下の方に降りて、また斜めに登って、北京までっていうのを走るのに必要なライセンスなんですけど、結局ものすごい検問あったんですけど、新疆ウイグル自治区は。でも結局これは一度も見せろって言われませんでした。パスポートだけで、そのまたパスポートももう大変に面倒くさかったんですけど、まあその話は少しずつ小出しにしてきますかね。写真もありますんで、そういえばと思ったんですよ。なので、これから少しずつ小出しにして、またそれについて話しに行こうと思います。